全部調べてみないと何とも言えないんですけど、2時間というのは聞いたことのない時間ですね。病床逼迫、受け入れが困難となっていることが関係してきて、現場滞在時間も伸びたり、問い合わせする回数ですね、もう伸びてきるんだと思います。那覇市消防局によりますと、救急車で患者を搬送する際に医療機関へ受け入れを問い合わせる照会が4回以上で、現場での滞在時間が30分以上かかった緊急搬送困難事案は、先月27日から今月24日までに19件発生していて、前の統計と比べると2倍以上増加しています。また今月には1時間51分もの間搬送先が決まらなかったケースもあったということです。搬送先の病院が決まらないというのは、次の出動にも対応できないということなので、患者さんが治療がそれだけ始まらないということですので、それだけ患者さんの負担も大きくなるのではないかと思っています。一方、119番通報の中には救急搬送が必要ではないと見受けられるケースもあるといいます。救急車の適正利用を呼びかけているんですが、全部が全部救急車が必要となる方ではないので、熱だけとか何か心配だという方はご自分の近くの救急病院ではなくてクリニックを受診するなりしていただいたら助かります。那覇市消防局は救急医療の逼迫が続いていることから、新型コロナ以外にも搬送を伴う怪我や熱中症などに気をつけるよう呼びかけています。